タイガチャンネルの高橋大奈です。今日は一緒に住んでいる家族を紹介したいと思います。この子が小麦ちゃんと言います。1歳半ぐらいだよね、小麦ちゃんね。そう、この子去年の5月に埼玉県の上尾っていうところ、上尾市にある動物保護団体アニマルエイドっていうところから迎え入れた子です。小麦ちゃんです。よろしくお願いします。あ、小麦ちゃん、女の子です。女の子で、去年の5月20日に我が家に来てくれた猫ちゃんです。おいで小麦。そう、性格はすごい人見知り でピンポンって鳴ると誰か外から人がやってくるっていうのが分かっているので、私のお部屋のデスクの上に隠れて侵入者がいないかなってずっとね隠れちゃうっていうぐらい臆病な女の子です。そう、私ねずっと2000年から白猫ちゃんをずっと飼っていて一緒に暮らしていたんですけど、2018年の7月11日に旅立ってしまったんですね。でその子と出会ったのがもう2000年の、1月、前のお家に住んでいる時の近所で雪の降る翌日に小さいね子猫が近所でこうなんて言うんですか、放浪じゃなくて徘徊、雪の降った翌日に近所をねこう徘徊している姿を見て、で私と夫さんとねこうスーパーの買い物の帰りだったかな、で「あ、猫がいる」って言って駆け寄っていったら後ついてきて、でマンションついてマンションのエレベーターにね一緒に乗って、でその当時5階に住んでいたんですけど、5階のお部屋のお部屋まで一緒についてきて、玄関開けたらさーっとリビングに入って。ソファーのね真ん中にちょこんと座って、もうここ私のお家だよっていう感じで座っていたので、それからね飼って18年半一緒に暮らしたんですけど、最後数年間病気になって、私がね介護をしてずっと面倒を見ていたんですけど、もう片目右目がちょっと潰れちゃって、でご飯も自力で食べられなくなってしまって、私が朝夕シリンジ、注射器みたいなねのでシリンジで朝夕ご飯を食べさせて介護をした、私のね腕の中で亡くなったっていう最後だったんですけど、その経験をねしてからもう二度と猫ちゃんは飼えないなって思って、すごく喪失ですごい辛かったので、で去年コロナ禍になってその動物の、保護動物のこう譲渡会とかができなくなっていて、こう保護される動物は増えているのに譲渡会がないから殺処分することが多くなってっていうようなことをインスタで知って、そっか、それはなんかこう大変だなって、保護して世話をしている方々も大変だし、動物たちもすごくかわいそうだなって思って、で、私に何かできることはないかなってすごく考えたら、やっぱり、一緒に暮らして迎え入れて一緒に暮らしたらどうかなっていうふうにも考えたんですよね。でネットでいろいろ調べたら、その上尾市っていうところの
アニマルエイドさんっていうところは、なんかそう、猫ちゃん、子猫もそうだし、性猫もそうなんですけど、いっぱいいて、でそこでね、この子を見つけたんですよね。ね、小麦。まだね、生後1ヶ月ぐらいで、1ヶ月ちょいぐらいでうちに来たのかな。うん。でね、これ、お家にいるとね、こんな風にね、私に対してもね、こんな感じで普通に来るんだけど、ピンポーンってなったり、宅配の人が来たり、荷物をね、運んでくる人が来たりね、なんだっけな、家具を運ぶ人が来たりとか、来ると私のお部屋の中に逃げ込んで、じーっとその人たちがね、帰るのを待っているっていうぐらい、すごくね、臆病な猫ちゃんです。おいで、カモ、おいで、カモちゃん、おいで。で、そう、私元男子なので、こう夫さんとの間にもね、子供をこう持つことができなかったので、でもね、アラビフだし、猫ちゃん今迎え入れてだいたい20年ぐらい、まあ、生きてくれたら、まあ、私たちが70ぐらいの時に猫ちゃんが先に旅立って、それを見送って私たちも余生をね、暮らせたらいいねって言ってね、でもし猫飼うんだったら、このタイミングは結構最後、ギリギリ最後だねっていうのもそう話し合って、あ、ダメ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 だよ、ほら、カモおいで。なので最後の猫ちゃんにしようねっていうので、去年の5月にまず小麦ちゃんをね、迎え入れをしました。で、私前の猫ね、その小雪っていう猫なんですけど、ずっと18年半1匹でこう育てていたので、私と夫さんがね、毎日昼間外出、仕事で外出をしたりとか、まあ結婚して旅行行ったりとかね、で今考えたらすごい寂しかったんだろうなと思って、だから今度ね、飼うこの子たちにはそういう寂しい思いをね、させたくないなっていう気持ちもあって、じゃあ多頭飼いってね、したことがないけど、今回じゃあチャレンジしてみようかって話し合って、もう一人ね、アニマルエイドから迎え入れた子がいるんです。ヤモちゃんおいで、ヤモちゃん、ヤモちゃんおいで。なかなかで来てくれないなかなか来てくれない、おいで、ヤモおいで、おいでおいで、ヤモおいで、来てくれない、結局来てくれない、ヤモギちゃんおいで。そしてこの子がよもぎちゃんです。ですごいね、ちょっとこう個性的でしょ、ほら見て、可愛くないですか。この子も女の子です。アニマルエイド出身で、去年の6月8日にお迎え入れをした猫ちゃんです。女の子です。3人兄弟の末っ子かな。でよもぎちゃんっていう名前にしました。で、入れ入れ、でね、私ね、今回初めて多頭飼いをねしたんですけど、猫って性格が全然違うんですよね。でね、この子たち兄弟じゃないので、見た目もね全然違うし、性格がね全然違う。よもぎちゃんはすごいマイペースで、小麦に比べると結構なんて言うんだろう、勇敢な女の子。こう物音がすると小麦はすぐに物陰に隠れたりとかするのに、よもぎはなんだなんだってその物音のする方にすぐにね、偵察しに行って
確かめようとするんですよね。なのですごくこの子はマイペースで勇敢な女の子。ね、おもぎちゃん、おもぎちゃん、よいしょ、おいで、おいでよ、よいしょ、はい、すごいね、大きいのも、で、ゆで2匹の猫ちゃんと一緒に暮らしています。でね、私がね、こうやって抱っことかしたらね、体にね、多分私の匂いがついたからなのか、二人して今グルーミングしてるんですよね。こんな二人と幸せなねステイホーム生活を送っています。名前の由来なんですけど、小麦のね名前をつけるときに、あ、先住猫も真っ白で小雪っていう名前だったので、すぐに私がねこの小麦のことをね小雪小雪って間違えて呼んでしまっていたので、こう近しい名前で、だけど食べ物、白い食べ物の名前で何か可愛いとないかなって考えたんですよね。そしたら、まあ、豆腐とか砂糖とかお塩とか杏仁とか牛乳とかクリームとか、なんかねどれもピンとこなくて、何がいいだろうって考えながらね、こう夕飯の支度をしていたら小麦粉があったんですよね。で、小麦粉白いし、あ、小麦粉って可愛いなと思って、ただね、小麦粉っていう名前ちょっと呼びづらいから、じゃあ小麦にしようっていうことで小麦にしました。だけどなんか世のね小麦っていう名前のね猫ちゃんはだいたいねチャトラかねちょっと茶色っぽい猫ちゃんばっかりで、白い猫に小麦ってつけてる人がね他にもいないっていうことも分かったので、まあ、ちょうどいいかなと思って小麦ちゃんっていう名前にしました。そしてよもぎちゃんに関しては、よもぎちゃんはまあ同じね食べ物の名前で、小麦ってなんか植物で食べ物だから、こう野山にこう生息しているちょっとこう強くこうたくましく生きていけるような植物の名前がいいなと思って、でいろいろとこう考えたら、私のねおばあちゃんが昔こう山でこうよもぎをね取ってきて、お餅、よもぎ餅をね作ってくれたんですよね。でそれを思い出して、あ、よもぎがいいかもって思ってよもぎにしました。3文字だし。なのでうちではコムちゃん、よもちゃんって呼んでいます。ダイナチャンネル。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。動画へのいいねボタンよろしくお願いします。コメントなどを書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録をしていただけるとさらに嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。